皆さんこんにちは。ハイトーユーチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は5万円くらいで買えるおすすめの株主優待5銘柄を紹介します。5万円くらいであれば、私のような初心者でも手が出しやすいのでおすすめです。ぜひ最後までご視聴ください。今回、利回りの計算で使う株価は2021年4月30日金曜日の終わり値を使います。2173の白点。 企業や団体のイベント展示や販売促進を販売促進の支援をしています事業内容はリアルエクスペリエンス &C デジタルエクスペリエンス &C となっています売上が多いのはリアルエクスペリエンス &C で全体の93%を占めています利益率が高いのはデジタルエクスペリエンス &C で11%です 最近の高値は2021年2月25日の438円です。現在は高値からマイナス16%、マイナス69円の369円となっています。安値は2021年1月18日の338円で、安値から見るとプラス9%、31円上がっている状況です。財務についてはちょっと心配な自己資本比率16%。 流動比率となっています営業キャッシュフローマージン比率は3.1%と普通です。利益率も普通で営業利益率5%、純利益率3.2%となっています。そして ROE55.8%、ROA8.7%、e、と借金の割合が多いので ROE が異常に高いです。ROA8%、e、台というのは悪くないです。 前年の配当金は17円で配当成功が32%でした。今回の予想は0円で利回りが0%となっています。権利確定は3月100株36,900円でクオ・カードが1年間で500円分もらえます。6ヶ月以上の保有が条件です。100株以上の保有で一律の内容です。ただし1000株を3年以上の保有で1,500円アップの2000円になります。 私は100株で十分です配当利回りがゼロなので優待利回りの1.4%が総合利回りとなります2930の北の達人コーポレーション化粧品や健康食品をインターネットで販売している会社です事業内容は e コマースでこれで売り上げの100%を占めていますシンプルでわかりやすい内容です 最近の高値は2021年4月2日の684円です。現在は高値からマイナス25%、マイナス174円の510円となっています。安値は2021年1月4日の453円で、安値から見ると、プラス13%、57円上がっている状況です。財務についてはかなり安心できる状況で、自己資本比率84%、 流動比率573%となっています。営業キャッシュフローマージン比率はかなり高くて7.4%です。利益率もかなり良くて営業利益率21.9%、純利益率15%となっています。そして ROE26.8%、ROA22.4%、e、と稼ぐ力も超高いです。総資産の割に売上が高く利益率も良いのが要因です。 前年の配当金は3円で配当成功が30%でした。今回の予想は2.7円で利回りが0.5%となっています。権利確定は2月100株5万1000円で自社商品が1年間で3065円分もらえます。100株以上の保有で一律の内容です。機能性表示,表示食品の快適オリゴ。 長年の頑固な便秘のお,やお悩みに善玉菌を増やして便通を改善する日本一売れているオリゴ糖らしいです。この快適オリゴ約1ヶ月分です。有体利回りは6%で、配当利回りと合わせた総合利回りは6.5%となります。3175の AP ホールディングス。 都内を中心に、塚田農場などの居酒屋を展開しています。自社の農場で自撮りを飼育している珍しい会社です。事業内容は生産、流通、販売、アウトソーシング、その他となっています。売上が多いのは販売で全体の96%を占めています。利益率が高いのはアウトソーシングで22%です。 最近の高値は2021年2月15日の534円です。現在は高値からマイナス19%、マイナス102円の432円となっています。安値は2021年1月6日の380円で、安値から見るとプラス14%、52円上がっている状況です。財務については心配な感じで自己資本比率、 マイナス15%、流動比率67%となっています。営業キャッシュフローマージン比率は0.1%と低めです。利益率も低めで営業利益率0.2%、純利益率0.5%となっています。ROA が1.2%と高くなくお金を稼ぐ力が低いと言えます。そして残念ながら配当金はありません。権利確定は3月。 100株43,200円で飲食券が1年間で3,000円分もらえます。100株以上の保有で一律の内容です。グループ直営店の塚田農場や四八漁場などで使えます。近くにお店がない場合は、優待券と引き換えにお米券3キロ分と交換することができます。配当利回りがゼロなので、優待利回りの6.9%が総合利回りとなります。 4745の東京個別指導学院ベネッセの子会社で小中高生向けの個別指導塾を東京などで展開しています。授業内容は小学部、中学部、高,高校部、その他となっています。売上が多いのは高校部で全体の53%を占めています。 最近の高値は20 2021年1月27日の703円です。現在は高値からマイナス18%マイナス130円の573円となっています。安値は2021年4月28日の572円で、安値から見るとプラス 0%1 円上がっている状況です。財務についてはとても安心できる状況で自己資本比率72%、 誘導比率235%となっています。営業キャッシュフローマージン比率は1.2%と低めです。利益率も高くなく、営業利益率3.1%、純利益率1.2%となっています。そして ROE2.8%、ROE2%、稼ぐ力も高くないです。前年の配当金は26円で、配当成功が602%でした。 今回の予想は26円で利回りが4.5%となっています。権利確定は2月100株57,300円でカタログ商品が1年間で1,500円分もらえます。100株以上の保有で一律の内容になっています。カタログ商品の値段は公表されていませんが、1,500円の図書カードを選ぶことができるということで、利回りの計算には1,500円を使えます。 図書カード以外にどういったものがあるかというと、魚沼産コシヒカリ1キロ、紅茶、カゴメのジュースセット、今治のタオルなどを選ぶことができます。優待利回りは2.6%で、配当利回りと合わせた総合利回りは7.2%となります。8897の宝霊弁。主に首都圏でマンションの分譲を手掛けていて、エネルギー事業も展開しています。 事業内容は不動産販売、不動産賃貸、不動産管理、発電、その他となっています。売上が多いのは不動産販売で全体の77%を占めています。利益率が高いのは不動産賃貸で16%です。最近の高値は2021年3月15日の408円です。現在は高値からマイナス14%、マイナス58円の350円となっています。安値は 2021年1月4日の305円で安値から見るとプラス 15%45 円上がっている状況です財務についてはギリギリ政府といえる自己資本比率25%流動比率183%となっています営業キャッシュフローマージン比率はかなり優秀といえる28.3%です 利益率も悪くなくて営業利益率7.1%純利益率3.2%となっています。そして ROE10.3%ROA2.6%、e、と借金の割合が多いので ROE は高いです。しかし ROA、e、が2%台ということでお金を稼ぐ力は低めと言えます。前年の配当金は19円で配当成功が38%でした。 今回の予想は14円で利回りが4%となっています。順調に配当金を増やしています。2010年には約0.5円でした。それが10年後の2020年には約40倍の19円になっています。権利確定は3月100株3万五千円でお米券が1年間で440円分もらえます。お米券1キロ分です。 500株だと3キロ分1320円相当。500株だと5キロ分2200円相当です。利回りで考えると100株保有がベストです。優待利回りは1.3%で配当利回りと合わせた総合利回りは5.3%となります。今回は5万円くらいで買えるおすすめの株主優待5銘柄ということで、白点 北の達人コーポレーション、AP ホールディングス、東京個別指導学院、宝霊弁を紹介しました。今回の動画は以上です。次回もお楽しみに。バイバーイ。